呼び出してすまない。だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。びっくりだよね。すっかり大人になっちゃったみたい。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じもでもってこっちの世界に来た理由とか忘れてた、いろいろなこと思い出したんだって。それじゃあオメガモンさん、どうぞ。ありがとうノキア。では聞いてくれ。まず私がこの世界に来た理由、それは我らデジモンの住まう世界デジタルワールドを破滅から救うためだ。デジタルワールドはインターの猛威にさらされ滅びの危機にある。インターがデジモンの世界にも？ああ、データを食らうイーターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。奴らはこの瞬間もデジタルワールドを食らい侵食している。私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルナイツに名を連ねるデジモンだ。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、秩序そのものだ。イーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威をオルゴスエラーと判定した。その意思に従いロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。そして脅威の発生源を特定した。それは隣接する異世界、君たちの世界に誕生したばかりのとある電脳空間だった。え、私たちの世界のとある電脳空間、それってもしかして？エレンだ。かのネットワークは人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させた最初のシステム、エレンアバター。つまり人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。エデンという電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、劇場、攻撃性、そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。そんな無論早計な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。滅ぼす？人間世界っていうと どこからどこまで？中野？東京？日本？まさかそうだ、この地上全てだ。イーターを我らの世界から排除したところで人間という発生源を消し去らない限り、奴らはまた現れる。人間を滅ぼす以外イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。デジモンが私たち人間を？彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ、目的を遂げるつもりだ。攻め込むってどうやって？デジモンは現実世界には出てこれないし。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらずデジモンが出現する現象が起きているだろう。人間世界のデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。だがその壁に大穴を出し、次元の
の隔たりに扉を作り出せば、2つの世界はつながり、原理原則が重なって混ざり合い、結果あらゆるデジモンが往来可能となる。昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常は、おそらく扉を開くための準備に違いない。パラダイスロスト計画とはそれだ。つまり計画を推し進めていた岸辺という人間は、彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、もしくは精神を操られている可能性が高い。じゃあオメガモン以外のロイヤルナイツもこっちに？二つの世界は完璧に隔絶されているわけではなく、わずかな次元の裂け目がいくつも存在する。私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。予期せず記憶の一部を失ってしまったが、私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。そっか。私は何としても彼らを、人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、許されようはずがない。そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっともっと仲良くなれるはずだもん。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。それを解明し事件を解決に導くには君たちの力が必要だ。待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。だがその甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した。事務所に戻りたまえ。直ちに会議だ。犯行作戦を立案しようじゃないか。私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。